はい、皆さんおはようございます。オペラ歌手の高橋達也です。皆さんお元気でしょうか。今からちょっと朝の散歩に行きたいと思います。はい、今日ちょっと喉の調子が悪いというか、まあ逆流食道炎な感じがするので、昨日食べ過ぎたかなっていう感じでちょっとへこんでおりますが、はい、ちょっと散歩して気分転換したいと思います。イエー。今からここに行きたいと思います。寒い。ザ日本って感じですね。ちょっとまあこうやって撮ってると多分変な人なんで、ちょっとまあここで一遍止めて古墳まで行きたいと思います。すごい、宮内庁天気もいいし、すごいですね。神々しい。感想があれですが、ちょっと回ってみたいと思います。安西天皇陵古墳、すごい。お父さん見てっかな。お父さん社会がすごい得意で、地理とかね、こういうの好きなんですけど、ちゃんとね、ほら、テクテクロード親切。ちょっと一周したいと思います。はい、途中で道に迷いましたが、古墳に着きました。古墳に、これが古墳です。誰も入れないんでしょうね。なんか時々ね、こう見てください、行き止まりになるんですよね。ちょっと気をつけながら行きたいと思います。いえ、結局戻ってきてしまいました。もう一周してしまった。時間にしたら10分ぐらいで終わっちゃいましたね。こんななのかな。なんか 4,5 キロあるっていう話だったんですが、10分以上歩いたかもしれないですね。それにしても綺麗ですね。綺麗にしてる、すごい。公園うまくいきますように、よろしくお願いします。ちょっとフェニーチェ堺の方に行きたいと思います。見えてきました、あれがかの有名なフェニーチェ堺。車に引かれそうになりましたが、寒い。フェニーチェ堺をちょっと今見ております。
ドーンと綺麗、めちゃくちゃ綺麗なホール。フェニンチェ堺のね、専属のオケとか作ればいいのにね、歌劇場みたいに。ここが今日の稽古場です。後でここに来ますが、ここで稽古します。いいです、綺麗ですね、すごく綺麗。中はなんか入って撮るのはなんかちょっとあれなんで、外から、はい、こんな感じです。大ホールだけかな、大ホールと中ホールか小ホールみたいなのあるみたいですね。でもなんか綺麗、メトみたい、ちっちゃいメトみたい、綺麗。ちょっとまた来て歌いたいと思います。イエー。はい、というわけで現在2時、2時25分、3時から稽古なので、もうすぐ今準備ができたので、出たいと思います。今回は今バナナを食べ喉は潤っております。はい、で水もあり、今ね、リンゴとバナナも持ってきています。まあ、ヨーロッパでやってるように、日本でちょっと油断しましたね。正直。はい。ちょっと浮かれすぎました。なので、食事も気をつけつつ、バナナとリンゴ持ったので、はい。稽古に行ってきたいなと思います。イエー。というわけで2日目終わりました。いえー疲れた、もう本当に。あ、でも昨日よりはだいぶ落ち着きまして、はい、なんとか、バナナもリンゴも踏んつようなというか、ちゃんとね、ターンを取り除いてくれて歌うことができました。まだちょっと逆流性食道炎が復活した感じがあるので明日はちょっと1日休んで、あさってね、フィラータ、その、一幕が最後、三幕まで通さずなので、それにちょっと向けて、ちょっと今日は休んで、はい、したいなと思います。はい。あ、疲れた。だけどちょっと今日は、もうご飯食べたんですが、ちょっとゆっくりして、のんびりして、ちょっと緊張を解いて、はい、したいなと思います。あ、
というわけで、いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またオンラインレッスンもやっておりますので、興味のある方は、下のアドレスから、どしどし、メールをください。で、ルサールかね、見に来ていただける方は、ぜひ、控室の方に、控室、出口かな、多分、入れないと思うんですが、出口の方に、いらっしゃってください。いらしてくだされば、一緒に写真など、撮れると思うので、ぜひ、来てください。嬉しいので。はい。というわけで、高橋達也でした。チャオチャオ。